いいものっていうのはいいデザインに限らず、その性能にしても、デザインに限らず、ね、性能にしても、そのものの個性っていうのが際立っているものが面白くて、うん、車でもそう、で誰が作ったんだろうっていうなところ、その作った人間の思いが現れてるものが僕は好き。人間臭いかどうかですよ、うん、作った人が見えるか見えないかっていう、それだけ。 FP がなぜいいかっていうと、 FP を作りたかった人がいるはずなんですよ。こんなカメラがあったらいいんじゃないのって、すっごいコンパクト、とにかく基本的にまず本体はコンパクトであるべき、で必要なものはそこにつけていけばいいじゃん、そうすればいろんな人が使えるでしょっていう思いを持った人がいると思うんです。だから今回の FP もそうだけど、こんなカメラあったらカメラマンどう使うのとか、普通の人どう使うのとか、作家はどう使うのとかいうところを、逆になんか僕らが試されてる感じがするんだよね。